穴吹橋は、吉野川北岸の徳島県三間市脇町と南岸の道市穴吹町を結ぶ道路橋。国道193号に指定されている。西阿波おすすめビューポイント100選選定。このページでは、新旧穴吹橋と歩行者専用の触れ合い橋についても記述する。現在の穴吹橋の架橋前、上流約500メートルの地点に、 同盟の橋がかかっていた。この旧穴吹橋は1928年に、三好橋に次いで、吉野川に2番目に架けられた抜け水橋である。鮮やかな朱色の塗装がされており、右岸側147メートルの景色は吊り橋型、ゲルバー式、ワーレントラス橋であった。旧穴吹橋は、長らくの間、交通の主軸であったが、過橋後数十年立ち老休暇が目立ち、 また治水上の観点から新しい穴吹橋が計画され、旧橋は新橋完成後に撤去された。旧橋の一部は市内で歴史的遺産として保存されている。また、新橋の右岸田た元には旧橋のミニチュアモニュメントが、左岸にはうだつの街並みのモニュメントが設置されている。旧穴吹橋が JR 四国穴吹駅と脇町を最大経路で、 結ぶ地点に位置し、両岸の歩行者にとって便利だったのに比べ、新穴吹橋は500メートル下流の地点に位置することとなった。そこで歩行者の利便性を維持するため、新橋とは別に、急鏡の下流80メートルの地点に、歩行者、自転車専用橋、触れ合い橋が建設された。橋面はカラー舗装で、途中に3カ所のバルコニーが設置されている。 旧穴吹橋モニュメント触れ合い橋、穴吹橋交差点穴吹橋の両岸の交差点は、一般国道、主要地方道が交差する重要な交通の結節点である。南港は国道492号であるが、この交差点の東約500メートルほどの箇所に穴吹バイパスがある。ありがとうございます。